どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はインクを使い切る動きが安定、実はインク管理ってカツカツなのが大事となります。サーモンランをプレイしていると問題になってくるのがインクの管理かなと思います。基本的にはインクをなるべく多く持っておきたいと思うかもですが、カースト勢に聞いたところ逆だったのは驚きました。そこで今回はインク管理がカツガツがいい理由と、それによる恩恵などについてまとめていきたいと思います。もちろんキャラコンなどの問題もあるかと思いますが、一つの管理方法と思ってもらえるといいかなと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは早速解説をしていきたいと思います。まずインク管理についてですが、インクの余りはそもそも無駄になるということが元の考えのようです。個人的にはインクがいっぱいで余裕がある方がボムを投げたりトラブルがあった時に使えるなと思っていましたが、違うようですね。そもそもインクが余っているということは、それだけ攻撃の手数が減っているということが言えるようです。確かにインクが余っているということは、攻撃できる余裕がそれだけあるっていうことですからね。それにボムを投げて雑魚鮭の処理や大物の削りができるので、確かにそうだなっていう部分でもあります。もちろんこれにはプレイヤーのキャラコンやエイムも重要な要素だと思います。その上でカンストを目指す際に研ぎ澄ませていくと、インク管理まで重要になってくるというわけですね。正直僕自身もこれを聞いて意識してからは、インク管理は逆に楽になったような気がします。インク回復による無の時間っていうのがあったので、それが圧倒的に減るんですよね。さらに処理や牽制ができますからね。どこにインクを使おうか考えるので、とてもいい感じになりました。確かカンストをしたっていうのもこの考えを聞いてからだったんですよね。まあ、よくよく考えたら、危険度上がるとインク渋ってる場合ではないですからね。それに少ないインクでの行動も求められます。このあたりはちょっとキャラコンに近いところもありますね。まあ、理にかなっているっちゃ理にかなっているっていう話ではあるなと思います。それではインクをうまく使うためにどういった使い道があるのかっていうのをいくつか紹介していきたいと思います。一つ目は足場の塗りや雑魚処理などインクを使いまくるっていう点です。そもそもデスの大半の原因は足場と雑魚処理です。普段から雑魚処理をしっかりしている人からするとそうでもないというところですが、雑魚処理が少ない人は要注意なことかと思います。まず雑魚鮭くんのダメージは20から50とかなり高めになっています。スリップダメージも考えると2発以上でデスするんですよね。たかが雑魚と思われるかもですが、さらに物量に合わせて足場もしっかり取ってきます。大物と一緒に行動すれば、その大物の壁となって邪魔をしてきます。こういう状況になると正直処理が追いつかないっていうのがあります。この状況になる前にしっかりインクを使って捌くこと自体が大事になるわけです。まあ、移動中に雑魚鮭を見つけたらインクを少し使って倒すようにしておきましょう。移動してればまたインクは溜まりますからね。雑魚鮭のグループなどを見つけたら先に処理をするっていうこともいいかと思います。2つ目はボムを積極的に投げるっていう点です。個人的にノラとしている時に感じることですね。インクを使うとなった時ですが、メインを使っての消費が多いと思いますが、ボムを使うというのを見ないんですよね。雑魚鮭のグループがあった時などにメインで攻撃する人を見ますが、ボムを投げて削ったりする人っていうのはあまり見かけません。もちろん状況にもよりますが、圧倒的にボムを使うシーンっていうのが少ないんですよね。まあ基本大物に対して投げるっていう印象があります。で、ボムを投げることに関して言えば、メインよりはるかに射程があります。これは武器にもよりますが、射程は勝ると思います。この射程によって沿岸にいる鮭に牽制ができます。沿岸まで行って攻撃するよりも安全なんですよね。近づいてくるまでただ待つのではなく、ボムによって牽制ができるので、到着した時に倒しやすくなります。まあ、削りの一部ですね。さらにボムを投げたとしても、その場で来るまでインク回復ができるので、ボムを2回投げるっていうこともできます。まあ、待ってる時間自体もったいないんですよね。
なのでインクを温存するという考えがない場合は、まあこういった行動もありなのかなと思います。ゴム自体にインク消費はめちゃくちゃ高いので、まあ、このあたりがね、温存するタイプなのか、カツカツに使いまくるタイプなのかで変わってくると思いますね。インクをしっかり使う意識がないと、このボムを投げるっていう行動はしないのかなと思います。ちなみに、この方法をうまく使えば、タワーやヘビなど牽制することは可能となります。また、ボムを使うシーンとしては、金イクラを回収した後に置きボムをするといいです。インクラ周辺の雑魚を処理するためですね。これは特に沿岸部などでも使えるかと思います。こんな感じで使うだけで、次に金イクラを回収する際に倒す手間が減ります。地味な行動ですが、安定して雑魚を処理するならとても大事な行動と言えると思います。まあ、まず押さえておくとしたらこの2つかなと思いますね。いろいろありますが、たくさん言っても難しいかなと思います。インクはいっぱい使いましょうという話をしてきましたが、そもそもカツカツのラインがどこかというのが重要です。基本的に逃げるためのインクが大事になってきますので、ボムを投げた後のインク残りぐらいは欲しいところになります。まあ、これくらいあればインク消費が激しい武器でも2回ほど攻撃が可能になるので、足場確保ができると思います。ただ人によってはキャラコンやエイムの影響もあります。もしかしたら苦手な武器っていうこともありえますね。なので少しずつ慣れていく必要はあるのかなと思います。またこのカツカツのインク管理をする上では、イカ状態を常に維持することを考えるといいかと思います。インク回復をすることがこの立ち回りでは重要になってきますので、棒立ちをすることは避けた方がいいです。イカ状態を常に意識してインクをしっかり回復し、次に何にインクを消費するか考えて行動していきましょう。ここまでインク管理について話してきましたが、この方法を使わない方がいいという方ももちろんいます。それはインク満タンを維持しても伝説がクリアしづらい人となります。そもそも管理以前の話になるんですよね。こういった方はインク管理の前にどの敵を処理するべきか優先順位が影響しているように思います。この状況でインクを使い切ってしまうことを考えてしまうと、デスする原因になる可能性がありますね。基本的にはクリアするために雑魚と大物の処理が優先が大事だと思います。そこから動きの効率を上げるためにインク管理を徹底するっていう感じです。インク管理は問題ないけど失敗しちゃうんだよなという人は、処理の優先度から見直して、それからインク管理を見直しましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。インクを使い切る動きが安定、実はインク管理ってカツカツなのが大事はいかがでしたでしょうか。基本的にはインク管理は生きるために温存する方がいいのかなと思いますが、場合によってくると思います。伝説に上がるまでであれば敵の脇が少ないので、それでいいのかなと思いますしね。ですが敵の脇が増えてくれば、それだけインクを使わないと処理が追いつかなくなりますので、使うのも非常に大事と言えます。自分がどれくらいのインクが残っていれば生き残ることが可能なのかなっていうのを考えて、しっかり使い切るのが大事なことかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。